竹橋竹橋竹橋は、東京都千代田区北の丸公園にある橋である。清水堀の上にかかり、一つ橋一丁目と北の丸公園とを結んでいる。徳川市の関東入国以前に、すでに存在していた。竹橋の名は、竹湾で渡した橋だったからとも、またご法上家の家臣、在竹四郎が、近在に居住しており、在竹橋と呼んだのが返事たものとも言われる。 別本慶町江戸図には、御来宝を通行橋と記してあり、主として多くへの通路に用いられたようである。明治時代には、橋に沈めに、この江宝兵大隊竹橋部隊があった。1878年8月23日、西南戦争後の処遇をめぐって、同部隊の兵士らが、武装放棄する騒乱が起きた。現在では、皇居の水堀と神田オフィス街や、 首都高速道路、竹橋ジャンクションとに囲まれている。内堀通り竹橋交差点と千鳥が淵交差点を結ぶ行動の一部をなしており、橋の両爪に毎日新聞東京本社などが入る、パレスサイドビルディング、建て替えられた丸紅本社ビル、東京国立近代美術館を要している。大館町通りは自動車の往来が激しい。 東京地下鉄東西線の竹橋駅が橋東沈にある。三菱 UFJ 銀行竹橋支店は竹橋の名がついているが入金消防サービスで使用する日振込専用支店であるため実店舗としては存在しない。ありがとうございます。